噛むごとにすごい香りが。はい、どうも皆さんこんにちは、キム兄さんです。今回のテーマは燻製です。以前ですね、僕はコールマンに勤めていた時に感じたことなんですが、キャンプで燻製ってちょっとハードル高いなと思ってる方が、まあ、大勢いらっしゃってですね、キャンプを始める時っていうのはもうバーベキューから始まって、まあ、次にコンロやバーナーを入手してレパートリーが増えて、それからオーブンでピザ焼いたりとか燻製にチャレンジとか、まあ、そういうステップアップになるとは思うんですね。どうしてもですね、なんかこう燻製ってちょっと難しいイメージあるんですが、ところがどっこい、もう料理するのはめんどくさいけど美味しいものは食べたいっていうズボラキャンパーにうってつけなんですね。ところで皆さんはしっかりキャンパーでしょうか、ズボラキャンパーでしょうか。僕はズボラです。できるだけ何もしたくない。でもせっかくキャンプ来たんだから、まあどうせだったら何か美味しいつまみを食べたいなと、そんな時の燻製なんです。まあ、この動画を見てね、燻製ってあこんなに簡単なんだとか、まあ、楽しそうだなとか思っていただけたら、まあ、嬉しいですし、お家でねすぐチャレンジできる方法っていうのも紹介していきますので、ぜひ見ていただけたらと思います。ビールに合う極上のおつまみ作っていきます。よかったら最後まで見ていってください。それでは始めます。そもそも燻製とは何なのか、簡単に言えばですね、食材と保存方法ですね。まあ、身近なもので言うと鰹節とか、もともとは魚なんで非常にね、まあ、腐りやすいというか、そんな長くは持たないものだとは思うんですが、まあ、それをね燻製させることで長く持たせると。鰹節って削る前ってこうカチカチじゃないですか。なんであの鰹節ってあんなカチカチになると思いますか。あの食材が腐る原因っていうのは水にあるんですね。食材が持つ水分が悪くなって傷みやすくなってしまうと、まあ、例えば野菜とかもそうですよね。あの水分が多い野菜ほど傷むのが早かったりしますよね。まあ、燻製っていうのはですね、その食材が持つ水分を抜いて、さらにその煙に含まれる分子によって食材をコーティングするんですね。バリアを張って、で菌が入ってくるのを防ぐと、そういう保存方法になります。ポイントになるのはその食材の水分なんですね。水分が多い食材ほど、まあ、やはり燻製には時間がかかりますし、燻製の方法っていうのもちょっと変わってきます。燻製の、方法はですね、大きく分けて3種類ですね。80度以上の熱で、まあ、大体10分から40分程度で、短時間で仕上げる、これが熱燻になります。これはですね、コンロとかバーナーとか、まあ、あの 熱源がまあ必要になると。熱燻で使用するのは、スモークチップですね。こういったチップになります。スモークチップですね。次に30度から80度の間で1時間から6時間程度ゆっくり仕上げる、これが温燻っていう方法になります。温燻はコンロとかバーナーとかが必要なくてですね、こういったウッドを使います。スモークウッドっていうものですね。これに直接火をつけてじっくり燻製をすると。そして最後に15度から30度ぐらいでですね、長いものだと2週間とか1ヶ月とか、本当にじっくり仕上げるレイ燻っていう方法があります。これはですね、非常にまあ上級者向け、温度管理が大変なので上級者向けですね。まあ、最初に始めるんでしたら温燻か熱燻をおすすめします。で今回はですね、その短時間でできる熱燻をメインにご紹介していきたいと思います。先ほど鰹節を例に挙げましたけれども、燻製の歴史っていつから始まったかっていうのはご存知でしょうか。最初に始まったのはですね、石器時代からと言われています。まあ、火を発見し、煙に炙られた食材が長持ちするっていうことに気づいたんでしょうね。そこから煙を食材に浴びせて長期保管をするっていう知恵を身につけています。ただこの時っていうのはもうただ煙を浴びせてるだけなんですね。美味しくさせるためじゃなくて、ただの保存方法だったわけです。じゃあこれが現代のようにグルメになったのはいつからなんでしょうか。時代はですね、一気に進みまして、今から2000年前、古代ローマ帝国時代です。この時ですね、ゲルマン民族が食材を塩漬けにすることで保存してたんですね。塩で水分を抜いていたんです。
そして同時期にスパイスが金銀財宝よりも価値があるということで、いろんなスパイスをね求める時代になっていました。この塩漬けとスパイス、この2つが一気に燻製をグルメへと押し上げることになったんですね。ただ食材の寿命を伸ばすんじゃなくて、煙の香り付けを変えることでいろんなグルメを楽しんでいたと思われています。そこでですね、現代では食材に合わせた代表的なスモークチップウッドっていうのが存在しています。例えばですね、桜はですね、本当に香りが強くてどんな食材にもいいんですけれども、特に肉、魚に、おすすめだと言われています。ヒッコリー、鬼ぐるみのことですね。これも魚、肉におすすめです。ウイスキーオークで、洋酒っぽい甘い香りがするんですね。これは鶏とか、白身魚におすすめです。本当にオールマイティにもう使いたいというのであれば、ブレンドみたいなものも存在しています。広葉樹のブレンドですね。これだったら全ての食材うまくできるので、最初はブレンドから始めるのがいいかもしれないですね。他にもリンゴだったりとかヒノキだったりとかいろんな、種類があるんですが、煙が出れば何でもいいんですよ。例えば家庭であるもので言えば茶葉とか、紅茶とかですね、そういったものでも十分燻製はできます。以前庭に生えていたシソの葉をですね、乾燥させて、ヒッコリーと一緒にこうブレンドしてスモークしてみたことがあるんですが、しっかり食材にシソの、香りがほんのりつきまして、非常に美味しかったんですね。この香りがついたらどうかなとか、そういうことを考えるのもスモークの楽しみの一つではあると思いますね。コーヒー豆をねブレンドして、スモークしてる人とかもいらっしゃいます。燻製するのに必要なものを紹介していきたいと思います。必要なものなんですが、言ってしまえばですね、煙を閉じ込めつつチップやウッドの火が消えないようにすれば基本何でもいいんですね。なので段ボールを使ってやられる方も大勢いらっしゃいますし、フライパンとかもね、家庭であるもので全然できるんですが、キャンプに持っていくとなると使い終わったと匂いがついた段ボールを持って帰るのも嫌だし、捨てるのも嫌なので、僕はこれを使っています。外のキッチン工房です。スモーカーって食材を吊るせるように縦長のものが多かったりするんですよね。で結構大型のものが多いんですけれども、僕はそんなに、キャンプでたくさん燻製をするわけでもないので、できるだけコンパクトなものがいいなと思いまして、こちらのスモーカーを選びました。似たようなコンパクトなスモーカーで言えばですね、コールマンからも出てるんですね。2段式になってまして、こちらの外は1段なんですが、コールマンのスモーカーは2段なので、より多く食材をスモークすることができると。なのでファミリーでも使えるサイズにはなってますね。ただ僕はこれを選んだ理由としてはですね、ここの持ち手がいいなと思いまして、この持ち手がついてるスモーカーって結構少ないんですよ。なんで持ち手があるか、あるといいかっていうと、僕はこれスモーカーとしてだけじゃなくてですね、鍋としても使っています。できるだけ僕はソロキャンプで荷物を増やしたくないので、これがあればですね、鍋もできるし、ラーメンもねできると、気がいらないんですね。もうこのままこう食べれるので、これ1個で完結するんですね。そういった理由で僕はこの取っ手付きの、スモーカーっていうのを選びました。結構使ってます。焼き色結構ついてるんですけど、でこれの使い方としては、この付属の網ですね、どうしてもこう入れがちなんですね。おヒットするじゃんって思うじゃないですか。これが実は逆で、この突起が出てる方が上なんですね。で蓋をするとわずかにですね、隙間が生まれるんですね。で生まれることで、チップの火が消えないようになっていますと。これでスモークもできて煮炊きもできてってなると、なかなかコンパクトでいいんじゃないかなと思いますね。では次に、おすすめの食材を紹介していきたいと思います。それでは調理をしていきたいと思います。このキッチン工房を使って、まずは卵からですね作っていきたいと思います。こちらのフィルターも新しいものに変えました。スモークを家でやってですね、換気扇でどのぐらい汚れがつくのかっていうのも、皆さん気になると思いますので見ていきたいと思います。いきます。
ベーコンはですね、ちゃんと水気をですね、キッチンペーパーなどで取って、できるだけ水分を取り除いてから燻製をしましょう。チーズはですね、結構溶けて下に落ちてしまうので、アルミホイルか何かで皿を作ってですね、でその上に乗せる方がいいと思います。今回はこの桜を使っていきたいと思います。で、これをこのまま入れてもいいんですけど、結構鍋自体が汚れてしまうので、こんな感じでもう全部アルミホイルで覆っておくと、片付けが非常に楽ですね。匂いもつきづらいっていうのもあります。今回はですね、ちょっとそのどのぐらいその煙がつくのかっていうのを見てみるために半分開けようかなと思います。こんな感じでちょっとここがね、どのぐらい汚れるかっていうのを見てもらえればいいかなと思います。で、蓋もですね、ここすごいついちゃうので、ここもね、覆っといた方がいいですね。はい、こんな感じです。じゃあ、チップを入れていきましょう。まあ、ちょっと食材にもよるんですが、今回ベーコンあるんで、ちょっとね、多めにやっておきましょうか。ベーコンそのままスモークしても十分美味しいんですが、ちょっと僕辛いの好きなので、ブラックペッパーを振っていこうと思います。結構味、染みたっぽいですね。色もつきました。これもちょっとキッチンペーパーで水気をちゃんと取ってあげて、ではこんな感じですね。ちょっとね、この突起が出てるんで、まあこのぐらいの食材が、まあ、割と限界かなと思います。で、あんまり高さがね、あるのだと、ここが閉まらなくなっちゃうので。はい、それでは火をつけます。まずは強火で煙が上がるまでですね。はい、煙が上がってきたら、中火から弱火にします。で、蓋をしましょう。10分から20分ぐらいかな。まあ、一旦10分で見てみましょうか。一旦ちょっと見てみましょうか。本当は開けない方がいいんですが、途中経過を見てみたいと思います。もういい感じですね。裏側を見てみたいと思います。わあ、いいっすね。OK でしょ。10分。で、まだチップ火が残ってるんですね。なので、まあ、捨てるときは必ずこう水を入れて捨てるようにしてください。こういうのが。こっちはアルミホイルをしてない方ですね。こっち側はアルミホイルしてた方ですね。まあ、やっぱり焼け跡っていうんでしょうか。匂いはそんな残らないですね。これ蓋ですね。やっぱちょっとね、こういう感じで汚れはついちゃうんですよね。なんでまあ蓋はね、アルミホイルしてた方が正解ですね。まあこういう感じで、ね。フィルターなんですが、やっぱりだとそんな全然つかないですね。思ったよりつかないです。つくかなと思ったんですけど、特にベタベタもしてないですし、思ったよりつかないですね。まあ10分なんでそんなにつかなかったのかなと思います。なんで家庭でやる場合もね、そこまで気にせずやられていいと思います。ちょっと換気扇だけはね、気をつけてください。他の近隣の住民の方のですね、迷惑にならない程度に。できました。こんな感じですね。綺麗に色がつきましたね。チーズはですね、まだ熱いうちにアルミホイル剥がしてしまうとくっついてるので、ちょっと冷めてからがいいと思います。で、こっちは煙が当たってない方ですね。こっちが当たってる方です。非常にこうテカテカして美味しそうですよね。頭もいい感じです。じゃあこれをちょっと切っていきましょう。中身はどうかな？まずはチーズからいきましょうか。いただきます。うめえ。これが6P チーズだもんな。ベーコン。ああ、もう間違いないわ。こんなにも食材のレベルが上がるのかなって感じですね。何にもしてない。10分待っただけなのに。うまい。うまい。最高です。次に調味料を燻製していきたいと思います。燻製醤油で作っていきたいと思います。非常にこれ美味しいのでおすすめです。こういったスモーカーがご家庭にない場合ですね。まあ、例えばなんですが、フライパンでもできますし、まあ、こういうお鍋ですね。片手鍋に、僕が見つけてきたのはこれですね。ダイソーの土ふるいですね。こうやって土を入れてふるいにかけるやつ。土ふるい、園芸用品なんですけど、100均で売ってます。これがですね、結構高さ、この高さが非常に良くて、こうやってセットしてもいいですし、こ
こうやってセットしてもいいと思って、まあこの片手鍋の経緯はですね、これに結構ぴったりだったんで、もうジャストフィットです。まあここに食材を置いて、まあ蓋をすると、まあこれでもう燻製できちゃうので、これで次はやってみたいと思います。今度はこのヒッコリを使っていきたいと思います。で、上にセットして、まあ陶器のお皿ですね、醤油を入れていきたいと思います。もともとね、醤油黒いんで見た目の変化はないんですけど、非常に香りがつきます。で、これもともと水分なんで、水分飛ばすんじゃなくて香りをつける。なんでこの面積が上だけなんですね、香りつくのが。なので、まあ、ちょっとこう大きめの平皿とかがいいかもしれないです。じゃあやっていきましょう。上がってきたので弱火にします。ちょっと隙間を空けます。とりあえず10分やってみましょうか。やはり黄色くなってきましたね。10分経ったの で煙ももう落ち着いたので、ちょっと見てみたいと思います。ご覧のように見た目では全く変化が分かりませんが、おお、濃厚な香りがします。これをですね、あとでちょっと TKG にして食べてみたいと思います。うん、あ、すごい。では最後にですね、ビールに超絶合うスモークチキンを作っていきたいと思います。こちらですね、スーパーに売ってる鶏のもも肉ですね。塩コショウをたっぷり振っていきます。しっかり揉み込んだらですね、水気をしっかり切ってあげることが必要なので、裏ですね、もうサンドしちゃって、キッチンペーパーでしっかり水気を切っていきます。このまま冷蔵庫で15分寝かせます。では今回はこちらを使ってみましょう。今回のスモークチキンはですね、まあ、チキンを乗せるので油が下に落ちちゃうんですね。そうすると、チップに油が、かかってしまってですね、チップが消えてしまうので、このチップを敷いた上にもう1枚アルミをふわっとかぶせます。空気が抜けるようにですね、ふわっと油がかからなければいいので、まあ、ちょっと抜け道も作っておきながらふわっとかぶせるイメージですね。はい、では15分経ったので、水分が抜けたところでスモークをしていきたいと思います。まずは強火ですね。煙が出るまで待ちます。はい、煙が出てきたので弱火にして蓋をします。あとは15分ほど待ちます。15分経ちました。見てみましょう。いきますよ、オープンな。うおきれいな焼き色がつきましたね。もうすでにうまそうめちゃくちゃうまそうなんですが、こっから焼いていきますよ。うまそうだな。オリーブオイルを敷いたら、ニンニクと庭で取ってきたローズマリーも入れます。香り付けをしていきます。弱火ですね。香りをオリーブオイルにしっかり移していきます。先ほどスモークしたチキンを乗せて、両面カリッと焼きますね。はい、カリッと焼けたら弱火にして中までじっくり火を通してください。さあ、そろそろいいかな。フィルター結構やっぱりもう汚くなってます。で、ファブリーズを部屋の中に結構やったんですが、このフィルターにかなり匂いついてるので、フィルターは交換した方がいいかもしれないですね、匂いが気になる方は。いただきたいと思います。でももうちょっとね、もうちょっとキャンプ気分欲しいですよね。そういう時は焚き火アプリ、焚き火の音を聞きながらね、よいしょ、チキンいっちゃいましょうかね。すごいパリッパリ、いただきます。すごい、噛むごとにすごい香りがふんわり口の中で溢れてきますね。うまい。これはここにビールに合いますわ。あー、うまっ。皮がね、すっごいパリッパリになりました。やっぱり煙を浴びせることで水分が飛んだんでしょうね。
昼間に作った燻製もちょっとね、あの冷蔵庫で寝かすとギュッと味が締まるので、だいぶね、キャンプっぽくなってきましたね。すごい簡単なんで、ぜひぜひやってみてください。燻製醤油がありましたね。炊きたてのご飯に燻製醤油ですと、わあすごい、もう匂いが、あーすごい匂いがかぐわしい、わーすごいな。では燻製醤油 TKG いただきます。格が上がりましたね。あーめちゃくちゃうまい。なんかね、ぐっと大人の味になるっていうか、すごく上品な味になります。豆腐とかにもかけたいな。燻製醤油もね、すごく美味しくて簡単にできるんで、ぜひぜひやってみてください。いつもの食卓がですね、楽しくなります。これに合わせたらどうかなとか、バリエーションが広がるんで、ぜひおすすめです。あの燻製を紹介してきたんですけれども、非常に簡単です。あの実際やってみると、もうそこまでなんか温度管理とか気にしないでね、もう10分ぐらいを目安にして、いろんな食材を楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。あのスーパーに行くのが楽しくなります。これ合うかな、これヒッコリに合うんじゃないかなとか、そういうのを考えるともう無限に広がってくるんで、キャンプがねより一層楽しくなると思います。ズボラキャンパーでも非常に美味しいものができるので、ぜひぜひ皆さんもやってもらいたいなと思います。じゃあ僕はちょっとこのままじっくり食べたいと思いますので、次回も楽しみにしててください。また。